ゃまた再ブームですかね。あ、うまい。ノブさん、なんか知ってんぞこの人。よろしくお願いします。さあ頑張ろう。頑張ろうね。オッケー、オッケー、ナイス。うわ惜しい。捕まれて、うまいコンボ。はい、ジャンプする、しない、はいはい、オッケー。マジンゲンとっか。惜しい。やばいやばいやばい、危ない。オッケー、空中上、上京マスター、よいしょ、おい、うっ、あ、終わった。ふむさんよろしくお願いします。挑戦状さ流行り、やっぱり挑戦状、やっぱりなんか一時期さ、あの追加当時はすごいいっぱいあったけど、まあ、最近は ないと思ったんやけど、なんかまた挑戦状増えだしてびっくり。挑戦状マジ流行りっすか。なんかコンボ決めたかったんやけど、見せてくれた。これマジンゲン先生だ、これマジンゲン決めていく。無理、はい、マジ流行りかな挑戦状。マジで最近見るわね。あのドンキーの試合も挑戦状違った。やっぱ挑戦状また再ブームっすかね。あ、うまい。あれ挑戦状なんか俺強い、もしかして、もしかして挑戦状ラリフォン強い。 OK、 あ、絶対 OK じゃない、ナイス。掴んでいく、あれ掴めるような、 OKOK、 あれ暴れクラファード掴めるような、タイミング良かったのかな。さあうまい、怖い、え、掴むんだ、まずいな、あー怖っ、あぶねえ。うー惜しい惜しい、もう狙うとかでやろう。やっぱね、ストキューリアの時はね、もう狙う時はね、やっていこうね。 OK、 空中上デイ、これは掴んで、さよなら、さよなら、あー当てなかった。あ、高速で落ちてたやんけ。いいいい、よろしく、いい、何その名前。もう名前がね、わからんすよ僕これ。なんて呼んだらいいんですか。僕呼びませんこの名前。いい、やめて、あ、惜しい、ナイス。転んだ、転んだけど掴みが間に合いません。これはどういう、一体どういうことかな。うまい、待て、怖い。もう三段ジャンプがあったとしてもピカチュウのこの束縛から抜けられない。マジオッケー、ディエナイス、いい、うー、やばいやばいやばい、うますぎない。うますぎないから、リホン選手、あ、反転つかみ見せていくが、もっとったりつかみ、ダッシュが早いこいつ。おい、どこまで来るんだこいつ。おい、今の、今のね、戻ってこようと思ったから、さすがにストックをかけたね、プレイはできなかったけど。あ、じゃあ、オッケーオッケー、うまーい。まあ、やられたバースはね、まあ、返していくと。これも掴んでいいんじゃねって俺思うんやけど。何してんの、アリオさん。アリオさん、あの、クーダ横火を見せつけていく。な、やばいです、これ。えっ、そう、皆さんよろしくお願いします。ロックマンは僕大好きです。ロックマン、ロックマンには僕も負けないですよね、絶対に。ガロンでロックマンに負けます、皆さん。おいおい、ゴタチパ負けます、ナイスキャッチ。まあ、飛び道具は、ね、しっかりキャッチすればね、いいですから。もったいな、キャッチすれば OK やから。あ、そっちか、めくってなかった。つかんで、ナイス、つかめれば一気に 38% コンボですからね。うわ、届くんだ、メテオ怖い、メテオ怖い、危なっ、うわ、届かない、ナイス、ゴー、いいよ、いけてんじゃん、いけてんじゃん、全然いけてんじゃん。おー、あ、くそ、いやー、あー、え、復帰の仕方おしゃれかい。うわー、空中前阻止か。このロックはなんかうまそう。なんか動きがそこら辺と違うな。待て、さあこれ変に暴れるとね、やっぱりね、ジャンプなくなってね、メテオっていうね、オチなんで、まあ、変にね、そんなのせずに、ジャック、もう丁寧に丁寧に丁寧に、すべて丁寧に丁寧にやっていけばね、きっといけます。さあガードも最後までね、最終段まで頑張っていきましょう。よいしょ、ああ。おー、実況ができません。残念ながら実況ができません、このレベル。実況ができません。ん？あ、実況ができません。実況が、
実況ができません。このさ、メタルブレード使う、うまくないこの人。なんかそっから掴むとかめっちゃうまいんやけど。オッケー、よしよし、こっからリホン選手、男前 X の大逆転劇が始めますよ。絶対に。今の笑われそう、危な。掴めないか。ナイス。ナイス。いける。あー入るな。もったいない。いやー。さあ、カノハさんよろしくお願いします。DDD。さあ、この BGM。もう、音がないことが逆に俺はもうなんか、燃えたぎる炎が来ます。日本語ができません。ごめんなさい。僕、在日日本人です。オッケー。口中前。オッケー。ねっ、やっ、あれ、コンボなんやね。なるほど。うん、オッケー。タイミング完璧。オッケー、ナイス。見てからマジにこれ。来い。無理か。はい。どんどん。ナイス。もう一回チャンス。来い。見てからマジに来るか。これ。来ない。来たわ。うわー、来てたいや、やっぱね、ちょっと横に飛ばしまくると逆にいいんかもしれないね、これは。めっちゃ来るじゃん。ビビるわ。はぁ、はぁ、はぁ、空港祭り。はぁ、はぁ。いやー、BGM やっぱ欲しいな。でも燃えたぎらんし、全然。ノリノリにならんし、全く。BGM ないだけでこんなに。でーで、なに、あーかっ、これが一番平和な、バーストかなって僕は思うんですよね。いた !30% も食らいます、それ。あ、え、やめて。ここだ、うわー、 !83% だ、いやー、許さん、こいつも絶対、もう地の果てまで見てほしいに行くわ、絶対に。許さん。OK。俺のもう全神経を勝ちに行くわ、これ。そのコンボはなんだ。オッケー、もう全神経を使って勝ちに行く。うわっ、タイミング合わない。うわー、タイミング、もうマジタイミングゲーじゃんこれ。はい、え、消えた。ナイス、空港分かってんで、もう僕はその手に乗りませんから。さあ、47%。皆さんこんばんは、取り乱した TV です。ということで、久しぶりじゃない、なんかシャッカシャカ TV、 なんか久しぶりな気がするんだけど、なんか今日すごい、ね、早い試合もあったりして、なんかシャッカシャカ TV が容疑なくなってしまいました。で、今日、あ、マジ真剣決めてねえや、まあまあマジ真剣決めてないけど、今日はこの試合撮る前に、あ、動画撮る前にアップで、まあ、マリオと戦ったんやけど、まあ、空中マジ真剣決めて、あ、今日マジンガン調子いいんやと思ってやったんやけど、当ててないな。ってことで、今日は9時ぐらいからちょっとマジンケン配信しようかなって思ってます。まあ、シンプルになんかマジンケンになって潜るだけですけど、まあ、よかったらね、通知ボタンとか押して待っててほしいんですが、なんか話したことあったんやな、何やったっけ。何やったっけ、わかんないな、どうしようかな。今日はね、今日の夕飯はね、おかゆでした。なんでかっていうと、矯正してるって言ったじゃないですか。で、歯も抜いてね、まあ、この前歯抜いたから血止まらなくて、まあ、出血配信したんやけど、まあね、歯抜いて、ようやく隙間にね、歯がね、動き出したんですけど、まあ、それが痛くてですね、なんか動くとなんか、無理やり引っ張っとるからか知らんけど、痛くて、まあ、硬いもん噛めないんですよね、マジで。マジで硬いもん噛むと、痛くて、だからほんまにおかゆでした今日は。で、本当に焼肉もね、ホルモンぐらいしかね、平和に食えない。で、ここ2日連続焼肉行ったんですよ、友達と。なんですけど、ホルモンしか食えないということで、とても辛いです。とても辛いということで、まあ、ホルモンうまいからいいんですけどね。ホルモンうまい、ホルモン好きな人はもう友達、仲間、人生のパートナー、よろしくね。